置いてあった JK 線っていうあのクレイマーのギターがあったんで、まあ、それをベースにヴァンヘイレンの今度ライブでヴァンヘイレンやるんで作ってくれということで頼みまして、昨日それが出来上がりましたということで、今日はこれの、まあ、ギターの魅力とヴァンヘイレンの魅力についてっていうか、僕ヴァンヘイレンはまあ初期のファーストアルバムが一番大好きで、ほとんど他の曲、まあセカンドとかいろいろやりましたけど、ずっと弾いてたのはそのファーストアルバムなんで、もうそれぐらいしか覚えてないんですけど、まあパナマぐらいはできますけど、まあそれについてちょっと順番にその曲も、解説をソロとか入れながら入れて、話してみたいと思います。まあこのギター何がすごいって、まあこのペイントもあれですけど、僕も昔作った時あるんですけど、結構これ大変なんですけど、何層にも塗るっていう、これでこれ裏はしてありません。まあ、なんでかいと僕に気を使ってくれて、塗装が裏につくと服につくとダメなんでということで裏はやってありません。でとりあえずやっぱりこのバナナヘッドがいいです。まああとはオリジナルのまんまやと、 JK 線のまんまやと思うんですけど、まあこだわりとしてはこのトーン、ヴァンヘイレンと同じでボリュームのところにトーンをつけてるという。であとまあポッド類もみんな変えて交換、玉野さんおすすめのやつに交換してあります。でここにキルスイッチがあって、これユーリアリガトミで、こういうの曲の中でありますけど、これをやるためにつけてます。であとはまあこれは普通にリアとフロントミックスであれなんですけど、でこのアームの部分にもここにねゴムがかましてあって、こう止められるようになってます。緩めるとこう落ちるんですけど、これがゴムがないとどんどん締めた時にネジがどんどん何て言うか切れていくというか、それでこう長年使ってるともうこう止まらなくなるんですけど、ゴムをかましてあるっていうことでこう止まるようになってます。まあ僕はあんまりこう上げてはおらこうゆるいつも緩めにこうやっておくんですけど、であとはこのギターも一番のすいませんね、席がまた直らないんで、おすすめポイントというか、おすすめでこのギター売ってるわけじゃないんですけど、このフレットを何やったかな、昨日書いたけどジェシカと違うね、ドイツ製なんだそうです。ドイツのステンレスで、僕の注文で、まあ弦高低くするとチョーキングがしづらい、フレットによってありますよね、
ほんでまあできたらジャンボフレットにって言ったんですけど、まあ玉野さんはこのフレットがいいみたいで、ちょっと高めのフレットなんで、調銀がめちゃくちゃしやすいです。まあこんな感じで、ギターはまあ今からちょっと試し弾きをやっていきます。昨日なぜかね、ビデオ撮ってて結構弾いてたんですけど、止まって途中で音声だけが途切れて聞こえなくなったんで、まあ僕の携帯もちょっと古くなってるんで、もう、ね、変えとくかもしれません。で1曲ずついきます。著作権入らないように結構バンヘイレンの曲ってね、上げるとね、一部の地域では音が聞こえませんとか、なんかそんな入ったりするんで、まあとりあえず前奏だけ順番に。ハーモニクスと、まあいう感じで、でこれボリューム奏法なんですけど、これちょっとね、ちょっとちっちゃいの、本当はもっと大きいのつけてほしいんですけど、指が届きにくいんで、もうちょっと近くに欲しいんです。まあでもこんな感じで、ね、こう下げて、この曲はこんな感じ。こんな感じですね。で、次2曲目。あ、2曲目はさっきやったやつか。これですね。まあこれは有名な。ここがこの曲で一番難しいで、このここですかね。なんかうまいことこうできないと。まあこうやって やってしまうんですけど、本物はなんかこんな感じです。まあこれも、まあ本番が10月1日なんで、それまでにはなんとか。癖でね、いろいろやってしまうんで。あ、これはいいとして。で、次、3曲目。これも、バンヘイレンの中では最も有名な、最もじゃないかな、まあ、人のキングスっていうバンドの曲をバンヘイレン風にアレンジしたというか、ヘビーにした曲なんですけど、
感じですね。で、次4曲目。これ有名な曲ですね。まあこれもかなり有名な曲ですけど。この大阪の有名なギタリスト薩摩なんとかっていう人 YouTuber がいますけど、その人の解説でこの前奏が、3回目がこの本物がここで間違えてるっていうか、細かすぎる解説みたいなのでやってましたけど、まあこれも有名で、ギターソロがどんなのか、こういうギターソロです。まあこれもで、僕が大好きな曲がこの次の5曲目の I'm the One っていう曲で、もう昔これが弾けなくて随分苦労しました。今でも難しいですけど。歌のところまでで問いますけど、まあ、これがこのノリがね、めちゃくちゃ難しいというか、このシャッフルなのね。で、昔はね、結構歪ますとこの音がもう聞こえにくいというか、このちゃんとこの音が聞こえにくいになるんで、あんまり実際ヴァンヘイレンは結構エフェクターでディレイとかかけてますけど、そんなに歪んでないと思います。ライブなんかのやつ見ると本当に歪んでない感じなんで、まあちょっとアンプを、マーシャルアンプをフル電まで上げて、でそれをさらにブーストさせるみたいので歪ませてたみたいですけど、実際にはあんまり歪んでないんじゃないかな。特に何やった19ダイヤセントそのジャンプが入ってるアルバム1984やったっけ忘れてしまいましたが、まあ、それとかの音聞くと本当に歪んでない感じで、練習してないんですいません、まあ、こんなんも入ってましたけど、で、この曲のギターソロどんなやけど、ギターソロはどんなやつかな。
ターソロですね。ギターソロ確か2つ入ってて、もう一つが、シュビドゥワン、ソロが2つ入ってます。これの1つも、あの1回目のソロが結構難しくて、こういくんでしょ、この部分は簡単ですけど、このかなり難しいです。早いので、まあ基本的にはこんな感じですね。結構なんかコピーできそうで、なんか実際どうやって弾いてるんやろっていうのもあって、次のソロも これをやるときに、普通僕らやったらとか弾くんですけど、エディの場合はなんか回復を絡めとるような、なんかみたいな、なんか聞こえるんですけど、最初のこれも回復を絡めてるようなでやっとるように聞こえるんで、僕はそうやってますけど、まあこれもいろいろ研究して、多分いろんな人は悩みながらやってるんだと思うんですけどまあこの曲はそんな感じで、で次結構長いですね、30分ぐらいに収めたいんだけど、次の6曲目はないと。これもなんかね、リフがめちゃくちゃかっこいいですかっこいい。で次、するだけなんですよ、頭は。こんな感じで。
こんな感じのギターソロで、これもめちゃくちゃかっこいいんですけど、まあこの曲もどうやって弾いてるんかなっていうような思うところがあるんですけど、まあだいたいこんな感じで、で次このアルバムの中で昔はこの曲が一番大好きで、このリフがめっちゃかっこよくて、いいところというか、ちょっとハモリじゃないですけど、まあ、コード感を出すために3度の音を入れてるという、普通はこうパワーコードで、こうやりそうなところを、まあ、ルートとこの3度、メジャーサードとで、ここでマイナーサード入れたりしてコード感を出してるっていうのがめちゃくちゃかっこいいところです。で、この曲のギターソロ、こんな感じですね。まあ、これもね、めちゃくちゃかっこいいんで。で、次が、何曲目だ ?8 曲目かな。その次、9曲目。これも、リフがかっこいいです。まあこれもね、いつかバンドで、僕は、まあ、このバンヘレンのファーストアルバムが大好きで、多分ロックの
ロックのアルバムの中ではこのアルバムがもう最高峰やと思ってます。音的にも曲的にも。なのでずっとこれ、昔はずっとこれをコピーして、あと僕はイングベイを好きで、イングベイは、まあ、アルカトラスの頃もう最近弾いてないんでもう忘れてますが、でその次の曲がレッこれは頭がデイブ の, あのギターで入ってるんですけど、意外にこれが難しくて、ずっとこの1弦2弦のっていうのがこう、まあ、最初これはまあスタジオ版だけ入っとるのかなって思ったら、実際にライブ映像を見たらライブもデイブがこんな感じで入れてて、多分指で弾いてたのかな。指だと意外に簡単なんですけど、まあ途中でピックに持ち替えないといけないんで、まあ僕の場合はピックで弾いて、この中指と薬指で1弦2弦を鳴らします。途中からソロはこんな感じで、多分この曲のギターソロが一番難しいかなって思います。なぜかというと、さっきと最初にやったこのストレッチのあれが入るんで、もうすごい弾きにくいんですけど、これがストレッチじゃなかったら意外にやりやすいと思うんですけど、この小指のストレッチが入るんでめちゃくちゃやりにくいです。まあこんな感じですね。でこの曲のエンディングもめちゃくちゃかっこよくて、タラタラララタララ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 ラタタタ。まあ、この最後です。っていうのがね、めちゃくちゃかっこよくて、これも、まあ、ライブでも昔やってましたけど。で、最後、この最後の曲もめちゃくちゃかっこいいんです。これも結構長い。
がねめちゃくちゃかっこいいんです。あのこのねまずリフの頭のこのこれめちゃくちゃかっこいいって思いませんかね。このまず3弦の9ここをまあミュート気味にって鳴らして1弦の10に膝にはこうなんですけどこれをってやるのがめちゃくちゃかっこいいんです。この次のこのギターソロに入る前のなエディは結構こういうねなんか複雑なリフというかそれとめちゃくちゃリズム感がいいんでまあ僕の中ではエディ・ヴァンヘイレンとヌーノ・ベッテンコートは本当にねハードロック界の中でもこのリズム感の良さというかすごいと思うんですけど、まあ、そのこのエディをにしてこのリフみたいな。それがかっこいいです。まあこれ結構難しいです。まあちょっとやっとくと6弦の02で、で1弦2弦の2、次03かな。でこの時に今度離します。ゼロ1弦2弦のゼロで今度5弦の03で1弦2弦の3で今度5弦の02で1弦2弦の2。ぜひこれやってみてください。難しいので。この次に今ギターソロ入って、この次ギターソロがまあこのギターソロ自体はまあ簡単なんですけど、この頃のエディ少しずつこうレガートなプレイというか、まあこれぐらいの、 指を広げる感じなら別に特に問題はないんですけど、まあこの頃からなんかこういうペンタトニックだけじゃなくてこういうアラン・ホールズワースに影響されたと言ってましたけど、そういう、 こうちょっとこうレガートっていうのをやってたという感じです。まあこれでこのアルバムの紹介終わりです。なんかアルバム紹介みたいな。何分いったの ?40 分近いって、36分。ということで、まあこの玉野さんのギターを使って、今度10月1日の、津市リージョンプラザホールでライブをやるんで、6時スタートで、夕方の。
みんなお安いんで、ぜひ来てくださいということで、よろしくお願いします。以上になります。